はい、いうわけでスピチューブ始まりました。今回ね、自分の母校の岡山大学に来てます。で、今日はね、なんでね、ここに来たかというと、旧日本軍の施設みたいなのがあるということで、実際にね、行ってみて調べてみようかなと思ったんですよね。噂なんですけどね、実際あるのかどうかっていうことで、今日はゴールデンウィーク中の撮影なんですけどね、人があんまりいなくて撮りやすい感じになったんですけど、果たしてね、この農学部にあるのかどうか。部外者の立ち入りを禁ずる。ここですね、旧事務局庁舎となっていますが、ここがね、昔、司令部だったみたいですね。はい、やってきました。ここがね、旧日本軍の、あの入浴施設だったっていうのを調べて分かりました。これがね、あの図書館の西側に位置するんですけどね、ここが旧日本軍の温泉というかね、湯治場だったということですね。そこですかね、このレンガが見えるんですけど、このレンガがこの爆破訓練の場所だったというのを聞きましたね。このレンガが、こちらが弓道部みたいですね。なんか射撃訓練場のような感じで、このね、的が置いてある先の方に大きな塀がそびえ立ってるんで、もともとそういうね、場所だったのかもしれないですね。はい、というわけで今回ね、岡山大学の、できる前に、旧日本軍の、軍事施設だったということで、そのまあ最初ね、ガス施設とかあるんじゃないかっていうね、噂を聞いたんですけど、そういうのもないなかったですね。むしろその司令部とかそのいうものはね、まだその使える施設として今なお残っていたりはしたんですけどね。まあ、あとその爆破施設というか、その爆発したするためのレンガとかのいうのはあったんですけど、まあね、これパッと見何なんだって調べなかったら何なんだっていうものが多かったですね。はい、というわけで今回の
スピチューブ岡台の旧日本軍のね跡地を見るというのはこれで終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。それではまた、失礼します。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。